え、いいな、いいな、いいな。シュナちゃん、シュナちゃん。シュナちゃん、シュナちゃん。男の子ですか？女の子。男。うわっ。シュナちゃん、シュナちゃん。怖いの来る、怖いの。怖い、怖いって。怖いの、怖いの。そうなの。はいはい、はいはい。優しく、優しくだ、優しく。優しく。そうそうそう、優しく。散歩ですか？怖かったの？ちょっとね、日がもうちょっとね落ちてきて最高のロケーションになったんですよ。これ今日はね、くるちゃんと久しぶりのねロケで、これ回ってますか？あ、どうも、お店の方ですか？あ、どうも、すいません、すいません。なんかうまそうだね。ちょっと1個頼もうよ。うん、何があれなんだろう。うん、おごってあげるよ、みんなも食べれば。うん、おごってあげる。お腹空いてるでしょ、だって。いや、いいですね。なんかこれすごいね、ボート立てかけてやんの。あ、もうあれだ、波の防波堤みたいにしてんだこれ、使わなくなったボート。やっぱり海はいいな、海の男としてはね。いやー、 YouTube やってきてよかったな。早く100万人いかねえかな。まあ、これが私のゆるい草薙チャンネルなんでね、皆さん今後ともよろしくお願いします。うん、あ、らしいらしい。あ、ありがとう。ダニは。ラッシーをいただきます。ヨーグルトのなんかあれだね、ラッシーってね。うん、自慢のインドのヨーグルトドリンクだって。いただきます、ラッシー。うん、めちゃうまい。グッドテイストですよ。やっぱ海風ってなんかいいね。全然違う。あんた絡まってるやないの。なんでこんな絡まってんの。でしょ。いいや、いいや。なんですか、なんですか、あんた、なんですか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 。ラッシー飲むの、あんた。ダメよ、甘いね。海の男だからね、毎週波乗りに。嘘。行くわけないじゃん。海行かないですよ、焼けたくないし。ありがとうございます。またアロハがお似合いになるお父様で、ね、ありがとうございます。アイスティーって言ったよね。これアイスティーか。あ、俺アイスコーヒーって間違えたわ、頼むな。でも美味しい。でもこれも甘い。アイスコーヒー頼んで。これ誰か飲んで、うん、アイスコーヒーはさすがに甘くないよねって。うん、たまに甘いのもいいなと思うけど、基本は無糖だよね。ブラックだよね。ブラックだよね。やっぱ男はブラックでしょ、ね、ケーキとか食べないもんね。うん、なんで食べんのあれ、ケーキって。あ、でも満足バーは食べる。うん、まんま満足だよ。うん、あれは甘いって感じじゃないんだよ。シリアルがやっぱりさ、食物繊維が豊富だから。あのショートケーキなんかもう食べてないよね。もうここ8年ぐらい食べてないんじゃない。すいません、たくさん頼んじゃって。水分補給なんで。何年ワンちゃん飼ってらっしゃるんですか？11歳と10歳。あ、そうなんですか。あの、親子とかじゃなくてですか？うん、子供欲しくてね、ペアにしたんだけど、うん、ダメだったですね。そっか、もうじゃあそんなに長く一緒にいて、うん、元気ですね、すごく。はい、ミニチュアシュナウザーですか？そうです、名前がシュナとリナ。シュナとリナ、ルナ、ルナ。あ、いい名前ですね、うん、シュナとルナ。名前なんていう？クルミって言います。クルミちゃん、実際の。はい、2歳です。3つじゃ足りなかったんじゃない。さっき食べてないんでしょ、あんまり。頼みなよ、もっと。うん、
俺がおごる時なんかないんだから。何が来たよ、なんと何が来たよ。ダジャレじゃないよ。なんと何が来たよ。なな、な、なんと何が来たよ。なんていいですね、これ焼いてんだ、これすごいね。サンキュー。わあ超うまそうじゃん。これなんなんて食べる時ないから。作り物みたいですね、これくるみのよだれみたいですね。ビヨヨ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 ン、くるみのよだれですよこれ。ビヨヨ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 ヨ。食べ物で遊ぶんじゃありません。これポーカレー。うん、ポーカレー。筋肉のキーマーカレー。筋、筋、はい、いただきます。何いってみよう。まずは2はそのままいくの。うまっ、うまっ、ほんとうまっ。ちょっとちょっとこれ一本ちょっと持って、そしてつまんでつまんで、そのままちょっともうちょっとそのまま取りながらでいいから。ビビるよ、うまい。クリスチャン、クルバターだってお前ダメだろ。ちょっとこれ何か聞いたけどもう覚えてない。フォークや、うまっ。筋、うん、ライスもサフランライスも、うん、キーマ、うん、フォーク、うん、フォークはね定番のうまさね。なんて食べるときないもんね。大体だって米だもん。止まんねえ、うまい、うまくて。やべえ、このルーやべえな。本物だ。本物のやつだこれ。クルーのよだれがすごいもん。よだれが風になびいてますね。来ましたね。あのラッシーちょうだい。俺でも分かる。あ、これでラッシーなんだね。いやー美味しかった。ちょっと食べてみんな。これもいって、つけて。氷がすごいよだれ垂れてる。そうだな、そうなの、そうなの、ソースなの。あ、それね、タオルが中に入ってるから。スパイシーなの好きなのかもしれないね、香りが。うう、すごいね。多分俺のテンションが伝わるんだろうな、うまいっていうのが。本当に気がなんか伝わるんだろうね。いやーもうね、カレーもね、本当に3種類も食べちゃって、ナンも食べて、もう僕満足ということでね。あ、今寝てた。一瞬寝てましたけどね、気を失いかけるぐらいこう気持ちいいところで。いやー、サイパンに来た回あったよね。何十年ぶりだろう。そんな気持ちにもさせてくれるここ三浦半島。三浦半島に来たらぜひこのカレーショップも寄ってみるといい思い出ができるんじゃないでしょうか。さあということでね、こんなに美味しい空気吸ったので今から東京に戻ってまた明日仕事頑張ります。それでは皆さんチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。たまやさすがくるみ、交換をつけるからな。やるな。くる、今日もいっぱい遊んだね。楽しかったね。虹も出てるよ少しね、画面に。あ、どうも皆さん、ツイッターとインスタもやってますので、そちらの方もコメントよろしくお願いします。覗いてみてください。まあ、まずは YouTube チャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとう。バイバーイ。くるちゃん、あっち見て。あ、見た。すごいねあなた。